さて続いてカナダのペアですが、カテリーナ・マトゥセック、ロイド・アイズラー、今年のカナダ選手権は調子が悪くて欠場したそうでありますが、もともと力のあるカップルです。エミさん、去年オタワでの大会ではカナダの組が逆転で優勝したんですよね、はい、そうですね、かなり感動的でしたね。そのアンダーヒル・マルティング組が引退いたしまして、その後を継ぐカナダのカップルということになります。やっぱり佐野さんと同じで地元でね、メダルを取れるっていうことはね、かなり前の観覧席の方ももう大喜びで、かなり燃えてましたね。さあ同じカナダのカップルでも、先ほどのクールの組が赤い衣装、今度は黒い衣装とガラッと雰囲気が違います。危なかった。やはりこのソロのダブルルッツジャンプというのは一つのポイントなんですね。はい、残念ながら日本選手権ではペアが1組も出てなくて、今回の世界選手権には出場してないんですよね。先ほどから佐野さんご指摘の通り、このステップはなかなか厄介ですね。そうですね、皆さん苦労してますね。今もちょっと男性が女性の足を蹴っちゃいましたね。チェンジシットスピンと言いまして、足を変えてシットスピンをいたします。これがペア独特のデスパイラル。とってもドラマチックなエンジンで綺麗ですね。カテリーナ・マトゥセック、ロイド・アイズラー、男性のロイド・アイズラーは21歳、まだ若いんですがひげを生やして、貫禄があります。去年の世界選手権が第5位、サラエボオリンピックは第8位というこのカップルです。この組が5位に入ったおかげで3組もカナダのペアが来てるんですよね、はい、世界チャンピオンが引退して普通でしたら2組しか出場できないとこ5位内に入ったということでね、はい、やっぱカナダもかなり強くなってますね、ペアの方でも。このダブルルッツも佐野さん、ちょっと男性の方危なかったんですね。ちょっとバランス崩しましたね、そして最後の死の渦巻きと言われますデススパイラル、これは男性のポジションが非常に大事なんですね。そうですね、ずっとこう張ってないと女性が遠心力がありますからね、はい、そのバランスで、2人がこうしてやるわけですね。最後はドラマティックなエンディングでした。この組も82年までは違うカップルだったんですね。男性のアイズラーが別の女性と組んでました。ロリー・ベイヤーさんという人と組んでました。エレメンツの得点が出てまいります。かなりいいんじゃないでしょうか。 5.3 5.5 5.6 5.4 5.8 9番のジャッジが高い得点を出しております。スイスのジャッジですね。そしてプレゼンテーション 5.4 5.2 5.4 5.6 5.5 5.6 5.7 5.4 5.6。現在までのところバローはバシリーヘグビに続いて第2位に入りました。マトゥセック。